皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今回ですね、お客さんのね、承諾を得まして、帰ってきたシリーズですね。今回はブロンプトンの M6R です。でこれがですね、確かに2016年ぐらいに日本に入ってきて、うち経由で世に出たものですね。でこのですね、このハンドルを標準で採用していた、最後の年ですね。懐かしいですね、このねレバーとか。もうなんかね、もうこれで5年前になりますんで、なんかすごく久しぶりに見たような感じがいたします。で、うち出身の車両らしくね、特に手が入ったところは、まあ、グリップとかサドルぐらいで、ガンガン乗り倒していただけてるのが、ご理解いただけると思います。まあ、毎日乗ってりゃね、これぐらいにはなりますから、この調子で頑張って乗っていただきたいです。で、カスタムと言っていいかわかりませんけども、最大の特徴はここですね。確かこれ鍵だけで1万円ぐらいしますよね、これ。1万円ぐらいするものすごいやつなんですが、これ多分ね、鍵をなくしてしまうとも外れないんじゃないかっていうぐらい豪快なものがついてまして、駐輪したりするときにもこれがあると安心ですというお話をなさっております。ね、あとはまあスタンドがつけたりとかね、日常使用に使われる分にはものすごく有用なものだと思いますし、実際そういうふうにね、楽しんでらっしゃるし、で、ね、近くでパンクしてね、持ってきたっていうような流れでしたけど、仮にね、遠方でパンクしても、畳んでタクシー乗ってくるとか、バス乗ってくるとか、できるわけですから、やっぱブロンプトンって街に住む自転車としては本当に素晴らしいなと、改めまして、確認です。で、ほぼほぼ、ね、メンテナンスフリーで、こんだけ使われても、値を上げないというかね、本当にそういう意味では素晴らしい。うん、なんか南風出身らしい使われ方をしてまして、ちょっと販売店としては嬉しいです。これからも安全運転でお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございます。